高校時代からの趣味が大発見につながりました。淡路島で新属新種の恐竜の化石を見つけた男性を新人記者が取材しました。大きさから見てもまず50センチ以上ある。その時になって初めて、恐竜だということで、膝がこうバナナクリーンから震えてきたんですね。大きな顎に細かい歯。今月27日、兵庫県立人と自然の博物館などの研究チームは、17年前に洲本市で見つかった化石が新属新種だったことを発表しました。淡路島は神話で日本誕生の舞台とされることから、付けられた名前はヤマトサウルスイザナギという新しい恐竜を私たちは命名することをしました。海の地層から発見される恐竜化石というのは世界的にも非常に少ないんです。その海岸線にどんな恐竜が住んでいたかということを知る上で非常に重要な化石ということであります。ヤマトサウルスイザナギはおよそ7200万年前の植物食の恐竜で、全長7メートルから8メートル、重さは4トンから5トンと推定されています。国内で見つかり名がついた恐竜は全国で9例目。研究者たちを揺るがす大発見をしたのは、姫路市に住む岸本慎吾さんです。まさかね、恐竜なんとは思ってなかったんですけど、後で分かったんですけど、歯の断面が見えとったんですね、一番初め。岸本さんは兵庫古生物研究会の代表を務め、これまで発掘や地層の調査などに奔走してきました。ヤマトサウルスと出会ったのは2004年。アンモナイトを探そうと訪れた洲本市の採掘場です。大発見の裏には長年の経験が生きていました。あれ、線香がちゃうかと思ったんですけど、よう見れたらここは骨なんですか。よく見れば全然構造違うんです。化石というのは一つの標本を見とってそれだけで分かるんじゃなしに、いろいろなものを見るから派生していろんなことを想像できるんですよね。本当にロマンですね。岸本さんが化石を探し始めたのは高校生の時。趣味で採集会に参加したことがきっかけでした。建設業に就いた後も休日を使って掘り続けることおよそ50年。コレクションは展示室を作るまでに増えました。中には岸本さんの名前が付けられたものもあるんです。これしか何も知らないので、お酒も飲んでませんし、ゴルフももちろん流行ったシーズンがあったんやけど全然行ったことないし、打ちっぱなしも行ったことないしね。人からちょっと変わり者にはなられたぐらいからね、岸本さんの発見は発掘を続ける愛好家たちに希望を与えています。南淡路市に住む野田藤樹さんもその一人。かつて翼竜の化石を関西で初めて見つけた実績の持ち主です。大物を見つけたいとか、もうそういうのはもう夢で、それをそのままの夢だ。それを実際に実現できるかどうかっていうのはもうごくごく限られた人しかできなくて、でそのこの度岸本さんがそれができた、非常に名誉があることだと思いますね。これは素晴らしい。首位から恐竜の起源に迫る大発見へ。化石に魅せられた72歳の次なる夢を聞いてみました。
これから先はね、やっぱりそんなに石を大きな石をボンボン割るような力もないし元気もないですから、偉そうなこと言いますけど若い人たちにこの楽しさを教えていきたいですね。石本さんにとってこの化石探しというかその採掘は、そうですね、まあちょっと大げさになるかもわからないけど人生そのものですね、私の人生そのもの。岸本さんの名言ですね、すごく共感できますね、はい、自分の人生をねかけられるまさにこの趣味ね、うん、貫いてらっしゃって、はい、で少年のような心をねずっとお持ちでいらっしゃって、長年にわたって地道に調査を続けられた、それが今回のこの世紀の大発見につながったわけでね、まさに必然の出会いだったんじゃないかなと思いますよね、はい、男のロマンですね。そうですよ、はい、もう永遠の宝探しですからねそうですね、素晴らしい、はい、今回発見された恐竜の化石は来月12日から県立人と自然の博物館で7月11日まで展示される予定だということです、